工事の釣り日誌。この日は6月4日です。この入れ物は透明で楽しいですね。上から見るとこんな感じ。今日も釣っていくよ。いつもだいたいヒラメとイカを狙っています。元はヒラメを狙っていましたが、イカがかかるのでイカの仕掛けも出すようになりました。ヒラメの仕掛けだとイカがかかりづらく釣れないことが多いです。2本ずつヒラメ用とイカ用を出しています。その真ん中でサビキ釣りをやっています。サビキ釣りをやればそのあたりにイカやヒラメが集まるという寸法です。餌を混ぜて。嬉しそうですね。猫が寄ってきた。魚をプレゼント。お昼頃です。大きなイカを釣りました。大きさを計測。写真撮影。サイズと重さはこんな感じ。綺麗に巻いて直します。閉めてお持ち帰り準備。袋に入れて OK。 立派なモンゴウイカです。シーンで買った道具で洗っていきます。
その場で軽く洗えるので便利です。見えないけど竿も洗っています。今の竿はもう年季が入っていてボロボロです。初心者向けの竿とリールセットなので、そろそろ買い替えたいところ。尺が余りましたので、最近の雑記を紹介したいと思います。この頃はイカがよく釣れています。釣り自体は毎日のように行っているのですが、どうしても編集作業が必要なので、だいたい1週間遅れでアップしています。釣れなかった日は全削除です。釣れる日が続くと忙しいです。カメラも新調予定です。手元がよく映るものを探したいと思います。固定カメラと手元カメラでやっていくのが理想ですね。魚としては今後もヒラメをメインにイカなどを狙っていきたいです。今後とも応援していただけると嬉しいです。これからも北九州の海で釣りをしたり、釣れた魚で料理したり、釣りグッズの紹介などやっていきますので、気になる方はチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。コメントで絡んでくださるのも大歓迎です。動画作りや釣りの励みになります。ぜひよろしくお願いします。近所の方、遠方の方も仲良くなれると嬉しいです。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。